はい、こんにちは。というわけでね、また時のオーブを砕いて戻ってきました。このイレブンは独身です、ご安心ください。じゃあというわけで、改めてちょっとまたノリオッティ縛いて、ちゃんとした願いを叶えてもらおうかなと思います。はい、オッケー。マジノリオッティ何匹目だろうな、これで芝くの。よし、いや倒してるでしょう。オッケー、19点これかな、強い武器のレシピかな。邪神を倒すために新たな武器のレシピが欲しいというのだな。いや、そうですよ。いや、邪神倒すのがね、本文だからね。さすが勇者イレブン、誠勇者にふさわしい願いであることよ。なんだそれ。勇者にふさわしくねえと思ってたのか。じゃあ他のは、神聖勇者の剣。てかなんかずっと喋ってんだけど、ネルセンがずっと口パクパクしてる。何この人、魚。このレシピで勇者の剣を強化できるぞ。ただでさえ強力な勇者の剣が強化されれば、もう恐れるものはないな。勇者の剣の強化レシピなんだ。褒美としてこれをやろう。あ、まだなんかくれた。私の試練はまだ終わりではない。次に来た時はさらに強力な敵がお前たちを待ち受けていよう。さらなる試練に挑みたくなったらここに来るといい。ではさらばだ。ほう、まだ試練あるんだ。次なる試練、賢者の試練。ああ、そういうことね。苗木がだって3本あるもんな、まだ。3つあるってことね、試練。よーし。まあ、同志の試練と同じ感じだったら、この後、ああ、やっぱりね。最深部か。めっちゃ緑だな。目に優しい色合い。おい、ネルセン、来たぞ。勇者イレブンよ、よくぞ賢者の試練をくぐり抜け、ここまでたどり着いた。あ、セニカがいるわ。我が最終試練を、やっぱ最終試練あるんだな。ちょっと待って。焦ることはない。自分の中にある恐怖に立ち向かう。ちょっとさ、将軍とクリソツなのかな、やっぱり。あ、なんだ。将軍が圧をかけているぞ、ネルセンに。お前には負けないという。ああ、でもこうしてみると、将軍の方がイケメンだな。ねえ。ネルセンのはマジで、おっさんの顔つきしてるわ。でもネルセンってこれさ、髪どうなってんの？あれ？あ、これ中ない？もしかして。ないのこれ。ちょっと、兜か本体？あ、違う、ある。いや、ハゲとる。いや、めっちゃハゲてるじゃん、ネルセン。あ、ハゲなんだ。あ、スキンヘッドなんだ、ネルセンって。ああ、そうなんだ。いや、そりゃ、兜かぶるわ。羽がいっぱいついた兜、そりゃかぶるわ。まあ、ある種、ハゲ隠しみたいなとこあったんですね。なるほど。ああ、でも、顎のしゃくれてる感じとか、なんか口のこのムっていう感じとか似てるな。将軍とネルセン。なるほどね。あ！てかそう、見てよこれ。ベロニカのさ、新しい服見つけたんだけどさ。いや、これメッキャワじゃない？あ、トコシエの方位っていう、なんかクソ強い服なんですけど。これメッキャワじゃない？いや、すごい可愛いこの服。やだ。いや、今までさ、やっぱベロニカ、ネタっぽい服しかなかったからさ。いや、かわいい。いや、ほんとにかわいい。やだ。なんだろう、かっこよさと、美しさと、かわいさ全部両立してるよね、これ。おい、翔くん、てめえ、前に出てくんな。ベロニカより前に出んじゃねえ、てめえ。踊るのは勝手だが。いや、ちょ、危ない。お前、その、膝のなんかとんがってるやつ危ねえんだよ、それ、おい。ベロニカの顔に当てたら承知しないぞ。いや、ベロニカかわいいわ。いや、この服のベロニカマジで可愛い。いやー、いいね。いや、でもちょっとこの脇の下のとこガバー開いてんの、ちょっとあれじゃないこれ。大丈夫？いや、ここだけがなんかなー。こんなセクシー要素いらねえんだよ、ベロニカにはよ。写真撮っとこう。気合いだ！お、アニマル浜口。フル。ネルセン様はいつか来るかもしれない邪神復活の日に備え、この迷宮の中で勇者の訪れを待っていたのじゃな。
死してなおそこまでしてくれるネルセン様の思いに応えねばならん。必ずや最後の試練を乗り越えてみせようぞ。魂だけで生きてるってすごいな。負けられない。他の英雄はみんな死んでんのにな。戦士ネルセンが用意した最後の試練、すごく手強い相手が現れるんでしょうけど、なんだかワクワクしちゃうわ。相手が強ければ強いほど戦いたくなる武闘家の差がね。ちょっとサイヤ人みたいなこと言い出した姉さん。戦闘民族。私、老主様たち4人の中でも特にネルセンちゃんのファンだったの。あ、そうなの。この機会にサインもらっちゃおうかしら。あー、シルビアちゃんってやっぱ男臭いのが好きなんだな。ねえイレブン、聞いた？試練を乗り越えたらネルセン様が一つ願いを叶えてくれるんですって。いや、いろいろ叶えてもらっちゃったよもうすでに。でも願いまで叶えるなんて、ネルセン様一体何者なのかしら。いやな、もはや英雄王じゃなく神なんですけど。いや、なんかもう人の運命を操ってたもんな。うん、いや、邪神ニズゼルファ倒せんじゃねって思うけど、そんなんできんなら。このお方が勇者老子の仲間にして我が故郷バンデルフォンの建国者、英雄王ネルセン様か。永遠に近い時を超え、伝説の英雄にお会いできるとは、なんと光栄なことだろうか。真面目だな。面白いこと言わない。ネルセン様の最後の試練では、自分の中にある恐怖が実体となって立ちふさがるそうです。うん。どんなに強い相手でも、自分自身の中にある恐怖より恐ろしいものはありません。心して試練に挑みましょう。いや、ノリオッティとかが恐怖の対象だったんだ、イレブンの。やってやろうぜ。いや、パフパフ屋で出てきた荒くれとか、トラウマになってるかなって思ったけど。確かに英雄と呼ばれるだけあって、とんでもない力を感じるぜ。あいつが用意した最後の試練とのも生半可な試練じゃないんだろうな。挑戦するなら絶対に気を抜くなよ。オッケー、じゃあやるか。なんか密度濃いなここ。じゃあお前らもうちょっと離れろ。ソーシャルディスタンス30手以内ね。オッケー、やるか。あ、出た、ジャコラじゃん。あ、6軍王なのか最終試練は。なるほど。どうしよっかな。また仁王立戦法でいくか。仁王立ぜ、将軍が。来た。お、ナイス。ナイスガード、将軍。データクリムゾンミスト。これダメージ増えるやつだよな。いや、爆裂系。いいね、姉さん。配信いいです。で、ハッスルダンスで、回復して、イレブンも剣のマイト。いや、いけんじゃないか、これ。ダメージでかいぞ、みんな。どうしようかな。ベロニカと変えるか。ちょっと姉さんにバイキルとかけたい感がある。よし、仁王立つ。オッケー、頼んだぞ、将軍。煉獄かけ、これは。オッケー。あー、揺るがしきた、ベロニカー。ごめん、ミスター。いや、そう、HP 減ってるからちょっと危ないかなーって思ってたんだけど。仁王立ちを過信してしまった、将軍の。やましょうかね。ベホマズだ。いや、ベホマズ覚えてんの強えな、イレブンが。魔法カンタ解けたか。どうしようかな。いや、将軍も攻めるか、そろそろ。おら、いや、HP もそろそろなくなるはず、こいつ。いや、バイキルときた。だが、クリムゾンミストも解けて。セーニャさん、どうしようかな。将軍にスカラしとくか、とりあえず。で、姉さんが立ち上がり、爆裂客。ほら、いいね、会心出すね、姉さん、マジで。シルビアちゃんと帰って、舞うぜ。お、よし。まあ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 。さて、どうだ、ターン数。30手以内に敵を倒していれば。お、よし、26手、オッケーオッケーオッケー。恐怖に打ち勝った。いや、これ何これ、レース。最上位のレースに挑みたい。ふむ、これまでの馬レースに飽き足らず最上位のレースに挑むというのか。馬レース、世界で一番速い男になりたい。全ての少年たちが一度は見る夢にお前も挑戦したいのだな。いや、そんな夢見たことないけど。わかった。私はいくつになっても少年の心を失わない男が好きだ。え、その願い叶えよ。なんかちょっと勘違いされてないか、イレブンのこと。よし、サマディオにお告げを与えたぞ。
サマディ王国へ向かってみるといい。最上位のレースが解放されているはずだ。馬レース挑めるのは知ってたけど、あ、それ最上位とかあるんだ。私からの褒美としてこれをやろう。あ、ありがとうございます。種くれるな、種おじさん。はい、あ、まだあるんだね。やっぱ3つ目の試練があるんだな。オッケー。はあ、サマディの馬レースか。え、せっかくだしやってみようかな。なんだかんだまだ1回もやったことないんだよな、馬レース。来たでー。いや、なんか懐かしい。サマディ行くんのも、みんな、サマディ王が黒い太陽を不安がる町の人々を必死に励ましておるようじゃ。奴は少し抜けたところがあるが。あ、てかサマディに落ちてたよな、太陽。大丈夫だったんだ。いざという時は頼りになる男。サマディの守りは彼に任せ、我らは黒い太陽の対処に当たるとしよう。おーい、あの黒い太陽のせいでサマディは大変な状況ですが、馬レースはいつも通りやってるみたいですよ。ああね、だって解放したもんな、レースなんか。しかも前より難しい新しいレースが開催されているみたいです。よかったら参加していきませんか。いや、行く行く。そのために来たからね、セイナさん。黒い太陽の影響で前に来た時よりかなり人が少なくなってるな。昔のにぎわいが嘘みたいだ。あ、そうなんだ、人減ってんだ。まあ、あんなものが空に浮いてたらおちおち夜も眠れねえからな。避難する気持ちはわからなくもないぜ。もう前の時間でもみんなめっちゃ避難してたもんな。だって、おお、わあ、るわ、めげめげしい太陽があるわなあ、しょうが。いや、てかまあ朝まで来たらパフパフやっとくか、久しぶりに。この店いつも平常運転なんだな。どういう状況でもやってる気がする。いや、でもめっちゃ久しぶりに来た気がする。将軍仲間にして以来じゃない、来るの。マジで。みんな行ってくるよ。いやー、なんかこうしてみるとすげえ仲間増えたな。パフパフ屋の前でそれを実感するのもあれだけど。イレブンは本当にスケベね。おひゅ、勇者様が聞いて呆れるわ。いや、なんか、いや、初めてこのセリフ聞いた時と今聞いた時でこう味わいが全然違うわ。なんかベロニカにスケベって言われることの味わいが、なんだろう、ありがとうございますっていうか。やめとけ。こっちだよね。ここで馬レース。あったあった、サマディレース場。これ受付。ようこそサマディレース場へ。おお、やってるやってる。開催中のレース。ああ、なるほど、全部これ勝ち上がっていかないと挑戦できないんだ、より難易度の高いやつね。オッケーオッケー。騎士の誇りを手綱にかけてブロンズ杯開幕です。なんだそれ。かっこいいフレーズ、ブロンズ杯。いや、めっちゃ久しぶりにやるな。いや、だってあのファーリス王子と走って以来だもんな、これ。ちょっととりあえず操作を思い出すために、まあ軽くブロンズ杯から腕鳴らしといくか。いや、長えな、レース場見せてくれんの。始めようぜ。始まった。よーし、やるぞ。いや、やるからにはやっぱ全カップで優勝目指したいな。あ、写真撮れないぞ、ここは。あ、いて。あ、ちょっと待って。あ、なんかドリフトとかあったな。はい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 、急カーブ。オッケーオッケーオッケー。このカボチャはなんか意味あんのかな。ちょっとこんなんあったな。あー、オッケーオッケー、思い出してきた。この緑のに触れるとスタミナが回復して、で、スタミナを使ってダッシュができると。オッケー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 、なるほどね。いや、これいけるな。おいおい、周回遅れがいるぜ。なんだこいつ。おい、サマディ騎士の名俺がよ、てめえ。二度と参加してくんじゃねえぞ、お前みたいな雑魚がよ。馬の餌代が無駄だからよ。なんだこいつ。悪魔の子ムーブ。惚れ惚れするような見事な走りでした。だろ。こちらブロンズ杯の優勝商品です。どうぞお受け取りください。あ、商品出るんだ。スライムピア、しょっぺーな、おい。まあまあ、ブロンズ杯ならこんなもんか。子供だましだぜ、まったくよ。おい、もっと強い強いやつらと戦わせてくれよ。シルバー杯、シルバー杯のやつらが俺を満足させられんのか、果たしてな、イレブン。
新しいレースに挑戦してください。言われなくてもやるよ。このオールバックちょびひげがよ。馬に乗ると性格変わる人。いや、これで行こうぜ、イレブン。お、いいね、気合十分。行くわよ。ミニシルビアという名前で登録してちょうだい、私のことは。さあ、シルバー杯やってやろうじゃない。参加費250ゴールド。はした金ね。貧乏人が集うレースってわけね。めちゃくちゃ言うわ、この人。よーし、やるぜ。いや、まあ余裕でしょ。ブロンズ杯の実力見るに、シルバー杯も余裕でしょ、こんな。はい、ゴー！いけー！俺のホワイトグレイグ！そんな名前だったの、その馬。やめて。いや、雑魚、雑魚、マジで。雑魚！ちょっと、雑魚すぎて思わず田舎に帰って田植えしてきちゃったわよ。この周回遅れ分のタイムの間に石の村まで行って田植えしてきちゃったよ。優勝おめでとうございます。ありがとう。いや、嬉しそうだな、イレブン。一人凱旋パレードやってるわ。シルバー杯の優勝する杯、ありがとうね。いや、このミニシルビアとホワイトグレイグペアをヒリヒリさせるレースはいつできるのかしら。ゴールド杯への参加は認められた。いや、ゴールド杯もどうなんだろうね。いや、まあだんだん難易度上がってんだろうけどさ。イレブンのこのサラサラヘアを乱れさせる相手はいるのかしらね。はい、ザーコー、ザーコ、ザーコ、ザコ騎手にザコ馬、ザーコ、ザーコ。メスガキやめろ。いや、これでプラチナ杯突破しちゃったからさ、もういよいよ次最終レースじゃん。ガイアのハンマー、あ、これ鍛えるやつじゃん。あ、もらっちゃっていいんだ。ブラック杯ね。そのネルセンにわざわざ解禁してもらったやつでしょ、これ。レース上の歴史の中でも最高難度を誇る最高にスリリングなレースです。いや、本当に？いや、ここまで全部余裕だったよ。ぜひとも優勝を目指して新しいレースに挑戦してください。それでは、うん。いや、やるか。じゃあイレブン、ブラック杯最後の5000ゴールド、たっけ。参加費めちゃくちゃ取るじゃん。いや、まあいいや、やるか。騎士の誇りを手綱にかけて、ブラックハイスタート。あ、暗っ。え、なにこれ。あ、ブラックハイだから。あ、なるほど、先が見えないってわけね。はいはい、確かにこれはスリリングじゃない。楽しめそうだわ、確かにこれ。あ、あれ、シルビアちゃんと将軍いる。いや、何してんの。あ、一緒に参加してんの。いや、上等じゃない。行くぜ、おら将軍。おっしゃ、けけけけけ、1位の踊り出た。いや、負けないわよ、シルビアちゃん。だ、さすがやるじゃない、シル。いや、早い早い早い、シルビアちゃんと将軍の前早い。将軍、てめえどけや。オッケー、俺が一番だ。スタミナが、いや待てよ、ジャンプ台で回復。オッケーオッケーオッケー、ジャンプ台結構あるな。何、あ、まずい。いや、オッケー、あぶね。なるほど、前が見えないからこういうことがあるんだ。いや、コースを覚える必要があるな、これは。いや、でも今んとこ1位だな。オッケー、1周終わり。あ、ラスト1周早いな。いや、待って待って、ゴールしちゃうよ、ゴールしちゃうよ。いや、ゴール。おい、あのハゲムキムキビキニアーマーおじさんよ、どこが最上位のレースなんだよ、これが。え、めちゃくちゃ余裕でゴールしちゃったんだけど。シルビアちゃんと将軍不甲斐ないんじゃない。優勝おめでとうございます。惚れ惚れするような見事な走りでした。いや、めっちゃ余裕だったんだけど。ブラックハイ、こちらブラックハイの優勝商品です。どうぞお受け取りください。ありがとう。神話の武具のレシピね、ありがとうね。え、これで終わりよ、マレース。え、全然苦戦しなかったんだけど。小さなメダル、あ、3箇所小さなメダルなんだ。え、すげえ、メダル量産できんじゃんよ、これ。え、これで終わり、マジで。次のやつとかないの。ん、あ、難しい、あるんだ。あ、そういうことね。はい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 、あ、なるほど、今までずっと普通でやってたんだ。
あ、それで歯ごたえなかったわけね。そういうことか。あ、いいじゃない。じゃあ難しいでプラチナ杯からまずやってみましょうかしら。いや、このミニシルビアとホワイトグレイグの、あ、ホワイトじゃなくなってるブラウングレイグになってる、いつの間にか。まあいいや、このミニシルビアとブラウングレイグのゴールデンペアに勝てるかしら。さあ見せてみなさい。お、早っ。はあ、なるほどね、騎手たちが速くなってるわけね。いいわいいわ。だけど、だけど、あ、いや、ちょっと待って、ちょ、マジ早い、ちょっと待っていや、まだまだまだ1周目よ、レース1周目。いやー、ちょっとバテてきてるんじゃない。ふっふー、はい、にー、はい、あっという間に、ちょっとそこの私の前を行こう、バカさん。いつまでそのスピードが続くのかしら。ちょっと飛ばしすぎじゃない。いやー、やばい。ちょ、ブラウングレイグ、踏ん張れ踏ん張れ。オッケー、ちょっとまずい、まずいまずいまずい、スタミナが切れちゃった。ちょっと、いやー、ここで絶対バテるね、こいつね。しょうもないわ、ほんとに。ちょ、やばいやばい、あいつ早い、あいつ早い。ちょっと待ちなさい。ちょっと、早いって、ちょっと。いや、見えないんだけど、まずい。ちょっと、待って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 。ちょ、ブラウン、ちょ、やばい、3位になってる。いや、勇者ぞ。我、勇者ぞ。任しちゃっていいのかな。勇者任しちゃっていいのかな。サマリオに言っちゃおうかな。ちょっと、やべ、どけよ、マジで。うん。あー、スタミナが、いやー、ゴール3位。このミニシルビアが3位、屈辱よ。いや、でもなるほどね、面白いじゃない、一筋縄ではいかないってわけね。いや、リベンジ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 。さあさあさあ、行くわよ、容赦しねえわよ。だ、なんたって今日は早いわ、なんたって今日はホワイトグレイグだから、私の相場。さっきのブラウングレイグなんて偽物よ。このホワイトグレイグに乗った時のミニシルビアの恐ろしさ、思い知らせてやるわ。でもちょっと学んだのはあまりドリフトしすぎないこと。ほら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 ね、ドリフトするとこれちょっとスピード落ちてんのかな、ホリーね。え、多分その仕様を学んだ私と、ちょっと待って待って、早い早い早い、なんかずっと早いのよね、あいつね。いや、なんかズルしてない、あいつズルしてない、あいつの馬だけ足6本ないそれ速くなるのか分かんないけど、やばい、スタミナ、いや待ってよ、オッケー、ラストスパートでスタミナ回復するか、オッケー、ここで決める。いや、早い、あいつちょっと何、もう打ってボーガンで打っていいよ、イレブン、もう武器ありにしようぜ、マッドマックスにしようぜ、このレース。ちょ待って、マジで早いんだけど、あれ追いつけんの、ちょ待って、おい、3位、てめえふざけんな、あー、まずい、ドロー、あっ、うどう、え、どう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 、やったー、はい、ザコーザコーはい、雑魚騎手に雑魚馬、あたしが1番、あんたは2番、田舎に帰んな、やったぜ。いや、なるほどね、なかなかやるじゃん、難しいプラチナ杯。いや、まあでも突破しちゃったもんね、天才レーサーミニシルビアとホワイトグレイグによってさ。さあ、じゃあブラック杯の難しいやっちゃおうかしらね。いや、これシルビアちゃんと将軍いるもんね、楽しみじゃな。ひりついたレースやりたいわよ、あの二人と。よしかよ。いや、将軍の、ま、リタリフォンマジ黒いわね。蛍光テープ巻きな、リタリフォン。危ねえよ。よし、行くぜ。最初のジャンプ台逃しちゃダメね。将軍側にある。シルビアちゃん。いや、早い。いや、早い。いや、でも前半は飛ばすのよね。前半飛ばしてた、普通でも。で、後半で結構巻き上げられんだけど、ちょっと将軍いない。ちょ、将軍が、ちょっと、てめえ、だー、まずい、どこ行った、やばい、見えないんだけど、将軍がマジで早い。おい、ちょっと待て、いや、リタリフォンズルだって、だってめっちゃでかいもん、リタリフォン。おーい、バテてきてんじゃん、将軍、お前、いつもそうだよな。しょうもねえやつだぜ、長距離走最初だけ頑張るやつかよ。いや、いけんじゃない、これ。え、おい、将軍、てめえ、こら、ぶつかりやがったな。うわー、シルビアちゃんが追い上げてきて、あ、待って待って、あー、シルビアちゃんめっちゃ速い、ちょっと待って、くっ、いや、まずい、やばい、シルビアちゃん見えない、は
あーまずい、シルビアちゃんめっちゃ早いんだけど、ちょっと待って、いやもう召喚問題じゃない、シルビア、え、うっそー、マジ、ちょっとシルビアちゃんなんか一回抜かれてから最後まで全然見えなかったんだけど、はあ、なるほどね、さすがブラックハイ、レベルが違うってわけね、オッケーオッケーオッケー、面白くなってきたわ、うん、見えてる見えてる、いや見えてるけど、シルビアちゃん見えてるけど、まあ前回よりは進歩かな、見えたし、あ、いやまあでもシルビアちゃんのあの後ろの弁護士バッジの部分見えるまでは近づけたから、まあそこは進歩かな、うー、まずい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 、やっべ、将軍に負ける、やだー、将軍に負けたくねー、くっそ、いやシルビアちゃんに負けるのはいい、将軍に負けるのは悔しい、あー、シルビアちゃん見えなーい、どうして背中を追わせてくれないの、シルビアちゃん、すっごい速いあの子、あー無理そう、いや無理だわー、ちょっといやマジ速なんだけどシルビアちゃん、いや将軍抜いてんじゃねえわ、レース終わってんだよもう、レース終わった後に抜くの腹立つから、おっいやもう将軍はもう眼中にな、シルビアちゃんだ、2周目の後半で抜いてくるシルビアちゃんに集中で、極力ミスをしない、そしてインを攻める、これがインを攻めるっていうのが、いやここ惑わされない、惑わされない、全然惑わされない、あの最初は将軍飛ばすけどもうすぐダメになるから、あいつそういうところだから、もう早漏だから、早漏言うな、早漏言うな、ごめんね、でインをね、インを通るのよ、オッケーオッケー、でこの辺も曲がらずに直線でオッケー攻めろ、よし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 、いやこの時点で将軍抜けてるのいいよ、うん、この時点で将軍抜けてるのオッケー、で後半シルビアちゃんが追い上げてくるから、そっからの、いや将軍やめろ、圧かけてくんの、でもただでさえでかいの、シルビアちゃん来てる、くっ、いやここ絶対抜かれるんだよな、でもいやでも食らいついてる、いいよ、いけ、あーでも結構離れてる、いやどうだ、まだいけるか、いやどう、今まででは一番いいよ、あーどっけー、頑張ってまだかー、くっそ惜しい、あーでもなんかもうちょいだな、本当にもうちょいだ、本当に徐々にタイム縮まってるから、いや、いけそう感あったね、今。シルビアちゃん抜けそう感あったよ。いや、もう、なんかもう、あともうちょいだな。もうちょいイン攻めれば、一つインを攻める場所を増やすだけで勝てる感じある。よし、くそ。いける。ミスをしていないようにね、コース取り。将軍側のジャンプ台飛ぶ。オッケー、ここも飛ぶ。オッケー。で、ここ飛ぶ、シルビアちゃん。くっ、だー、いや、いい、あ、でもいい、で、将軍早漏、ここの早漏将軍に惑わされずに、俺は俺の道を行く、 Going my way 11、 お前はお前の道を行け、いや、将軍に惑わされねえぞ、おい、どけよ早漏アゴヒゲがよ抜いた、いや、マジ早漏だよ、あいつ1周目までしか持たねえんだよあのスピードがよ、そしていいよいいよいいよ、でそろそろシルビアちゃん来る、あれシルビアちゃん抜かれてない、ここまで来て、あ、え、これすごい、あー抜かれた、いやでもシルビアちゃん抜かれる位置がだいぶ遅かった、いやこれいけるんじゃないか、いや、いけそう、あはははは、やったー、勝ったー、ミニシルビアが本家シルビアを下したわよー、優勝おめでとうございます、ありがとうございます、
やったー、いけたー。いやー、確かにむずかったけど、いや面白かったなーこれ。いや、なんか徐々に徐々にコースを修正して縮めていく感じがすげえ面白かった。絶妙な難易度だったな。いや、よかったなイレブン。テンション上がってんなお前。いや、これ以上ないもんね。だって難しい以上はないもんね。よしよし、生まれ制覇した、やったぜ。勝利の凱旋パレード、おめでとうイレブン。はあ、将軍はほんと早漏だったな。マジしょうもねえ走りしてたな将軍。後先考えず最初だけ突っ走るっていう。面白い将軍はやっぱり。